サングラスで勝負をかけます。メガネブランドゾフを運営するインターメスティックが今日東証プライム市場に上場しました。取引開始後についた初値は2038円で公開価格1630円を上回りました。終値での時価総額は606億円となりました。1993年創業のインターメスティックは2万円以下と比較的低価格なメガネの販売で規模を拡大し、現在は国内外で325店舗を展開しています。今後の成長の軸に据えるのが、今日記念撮影で社員が着用したサングラスです。サングラス市場というのがですね、我々の中で非常に商機を感じている部分でございまして、しっかりグロスさせていきたいと。健康意識の高まりから紫外線対策で需要は伸びていて、7月には東京銀座にサングラスに特化した店舗もオープンしました。今後こうした店舗を増やし、ライバルのジンズやオンデーズに対しサングラスで勝負をかける考えです。メガネブランドからですね、サングラスブランドへというような思いで、サングラスを軸としたマーケティング戦略を仕掛けていきます。